中国家出席っ新しいことをしたい人だと思うよ新しいことをしたい人で、うん、で、うん、周りの様子をよく見ながら、うん、最終的に自分が美味しいとこ持ってきたい人だと思うの、うん、でもあの古くからあるいい関係は、うん、もう一度築きたいなっていう、うん、なんか 変わっちゃったけどあれ良かったよね、うん、みたいなのはもう一度やりたいなみたいなところがある人だと思うの。うん、でも基本的に、うん、新しい時代の波に乗っかってやらなきゃいけないっていうのがあるような気がするの。うん、うん、で結構、うん、新しいものとか取り入れるのが好きなんだと思うのなんとなく。うんうん、だから 世界のことをよく見て人の動きとかをよく見ながら、うん、人のっていうか国の動きをよく見ながら、うん、自分の立ち位置をある程度譲ってもいいけど、うん、軸は譲らないみたいな、うん、そういう感じの人だと思うのよね。うん、で、うん、何か歯向かうような方々は、うん、あの。 ね、側近の方々がどうにかしてくれるんだと思うんだけど、うん、そ,その辺の怖さはあると思うんだけど、うん、でも本人自体はそういうタイプだから、うん、あまり手荒なことをせずに、うん、こうスイスイっと思うんだよね、うん、例えば、うん、経済大国になって。うん 結果的に実験を逃げるみたいな。うん、だから、うん、あのなんつうの言い方は悪いけど、うん、アメリカが世界の警察気取りだったじゃない？うん、そうですね。そんなような立場を、うん、経済の方で中国が取りたいみたいな感じを狙ってるかなっていうのはあるの。うんうん、まあ、これから経済ですからね。 だからそう、そういうことなのかもしれないですようん。だけど今経済とか言ってる場合でもなくなってきてさ、うん、経済と人の命とみたいな感じになってきてるじゃない、うん、でそこで中国は経済を取りたくなったから、うん、でも人の命も大事じゃん、うん、国民がいなくなっちゃったら経済どころじゃないじゃない、うん、だからまずはもう人権を無視してでも、うん やる時やる中国っての世界に見せつけてやるみたいなことで動いたんだと思うのよ、うん、なんとなくだけど。うん、でそれをやった上で、うん、あとは安心して経済でブイブイ言っちゃうぜみたいな。うん、だから、うん、なんていうのかなこう大変な時には人の手を借りて、うん、で。 それを生かしていくみたいなところがちゃんとできる人だと思うんだだよね、うんうん、だからうまくすれば、うん、良好な関係を築き直して、うん、中国のイメージをだいぶ変えることができる時に来てると思うのよ。うんまあ、だからそれを利用しない人ではないと思う。うん